学園だ。そして皆さんの方に向かってウィリー、そしてトッピーが行きます。さあぐるぐるぐるっと回ってドリフト状態で、そしてウィリー、さあそしてストッピー、280度ターンして元に戻ります。さあここからバイクの上に立って手を振っています。スタンディングウィリーノーハンド。さあ続いて、さあストッピーからさあサークル、さあまたウィリーで皆さんに、俺ね、これだけの大きなバイクを扱えるのはこの木下選手、世界を探してもね、本当にこの選手しかいませんからね。さあ皆さん、コースサイドの皆さんがどん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 盛り上げてくれないと、この KTM のバイクをね、皆さんを楽しませることできませんからね。さて次は何を見せてくれるのか、木下慎介。さあドリフト、ドリフト、バイクのサイドに乗った状態で、そしてぐっと回ります。さあもう一度ウィリー、この豪快なテクニック、 KTM のバイクならではあると。おお、ガードにリアを乗せて素晴らしいパフォーマンスに乗って、おお、逆立ち、後ろを向いて見事に立ちました。皆さん大きな拍手。こんなことができるの木下選手しかいませんからね、皆さん。さあ続いて今スイッチバックが終わったところで、スクエッポスター、さあ見事にこれオイルスピンの上でバーンアウト。さあバーンアウトからステアリングの上に足を乗せて、どんな体勢でもしっかりとこのモンスターマシンをコントロールしていく木下。そしてストッピー、見事に決まった。さあまだまだバーンアウトを続けています。この辺りはお手の物、フロントのブレーキとそしてアクセルをうまいこと使い分けて、右手左手が綺麗に動いている。さあ最後綺麗に立ち上がって、木下慎介、皆さん大きな拍手をお願いいたします。ストッピー、見事に決まった。去年も倒して怒られたけど、今年も倒したか木下。さあ直してもらうのはね、スタッフに。これができるのはね、めったにいません、木下選手。そしてこの RC8 だけ。さあ戻ってきた。さあ今度は右のサークル、皆さん大きな拍手をお願いします。木下慎介登場です。さあ RC8 見事にターンして、そして今度はスタンド乗って、モンスターバイクを操れるのも当然ね、この木下選手だけ。総重量250キロ、当然ねこのバイク普段普通の車に比べても十分軽いですからね。大きさだけじゃないんです、大きいけど軽いんです。この運動性能を見てみて。さあ1つ5キロあるこのボックスをねつけた状態で、木下選手このサーキット特設コースを思いっきり崩せ。さあまずはバーンアウト。さあ綺麗にバーンアウトを決めていく。さらにはドーナツターン、形状円で回っていきます。この KTM アドベンチャーを使っても全く同じ。さあフロントロックさせながらストッピーを試みるが、なかなかリアが上がらないけど、それでもさあ木下ウィリー。さあリアの箱をつけるほど、もう一度いくか、もう一度いくか、見事にスター。皆さん大きな拍手。そしてストッピー、乗ってきた乗ってきた。ブレーキもしっかりと合わせて、このコース思いっきりいきます。KTM アドベンチャーを使った木下慎介の走り、最後のクライマックスバーンアウト。皆さんに向かって強烈なアピール、皆さん手を振って拍手拍手。素晴らしいバーンアウトで戻ってきてくれました。さあそれでは KTM 木下選手、皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。